の勝俣邦和が大人気だったお笑い番組の裏側を明かした。勝俣は24日公開の人気 YouTuber ヒカルの動画にキングコング梶原雄太らとゲスト出演。2001年4月から12年9月まで放送されたフジテレビのバラエティ番組跳ねるのとビラについて語った。同番組にはキングコングのほかロバートやドランクドラゴン、インパルス、北陽など今をときめく人気芸人が多数出演。スタート当初は深夜帯での放送だったが、人気の高まりとともに最終的にはゴールデン帯で放送されることになった。ただ、華やかな歴史とは裏腹に番組はギクシャクしていたという。口火を切ったのは勝俣。みんな仲悪かった、羽飛びはと語ると、梶原は当てて、やめてくださいよ。ここでは仲良かったですからと制し。それでも勝俣は、俺、一回ゲスト出てた時、ギスギスしてたもん。こりゃダメだわ。横の連携がないんだもん。こんなに仲悪い番組、ゴールデンであるんだと思ってと暴露。すると、梶原も観念したかのように、あんまり良くはなかった、と認めた。吊るし上げられた、北陽、アブちゃんすべての写真を見る、2枚。勝俣曰く、北陽が長いため息してたよ、スタジオで。さらに、とあるコントの最初の進行を来た、日のアブちゃんがつっかえて間違ったの。そしたら、みなで、めっちゃ怒った。俺が、アブちゃんのとこ行って、いいよ、間違っても全然。何度も撮り直せばいいんだからと伝えたら、アブちゃん、そんなこと言われたの、初めてですって。なんだ、この現場。やめてしまえ、こんな、現場って、と思ったと証言した。梶原は空気が悪かった理由について、制作陣もグループと仲良くなかった。何もかもガチャがちゃやった。めちゃイケで言うたら、片岡明日香さんっていう絶対的なリーダーがいた。メンバーも明日香さんを全員リスペクトしていた。そういうのがうちにはちょっと足りなかったとコメント。編集で仲の良いところしか映さなかったという。これにはヒカルも、ええ、そう、うなんすかと驚きの様子だった。